多いですね。ブーブーブー、なんかハマジーの声がする。ハマジーの声がする。ハマジーの声。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。こんなところで、いえいえ、いつもは福島で。ありがとうございます。結構福島の、あ、この後なんかレジの行くに行くさっきオリガさんの前撮ったらオリガさん手振ってブースの中から、ブースの中あとでブースお待ちしております。俺のくじ、俺のくじんを試しに来たよ。試してください。まだ2本ありますから。え、それ何と何？これ2等っすよ。2等のくじんですか？違うよ、アウトレットのやつ期待してさ。なくなっちゃったんですよ、昨日。早かったんですよ。5本ぐらい買ってってやっかなって考えたのさ。だって5本買ってもお得っすからね。で、何回引いた方がいい？何回引けば差を渡る？4回引けば差を渡る？そうですね。でもちなみにこれ今回ラストワンで、コアのハイクラスなんで、うん、あとなんか何十枚、50枚ぐらいのか。1回引いてまた戻ってきてもいいですよ。じゃあとりあえず2回引く、2回引く、2回。2回引くよ。じゃあ、はい、2回お願いします。おー、赤だ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 、見てくださいね、サウザー。じゃあ今ハンクル先やってきたんだけどさ、今年俺持ってない男だったみたいですよ。ダメだっぺーなんて岡村さんには。せーの、4等の、お、3等です。おめでとうございます。まあ、当てるじゃないですか。当てたね、3。当てるじゃないですか。メジャーです。はい。何を当ててんだよ、サブさん。いっぱいでかいのするからメジャー。メジャー。メジャー。この前だって、で岡村さんとこからでっかい抜いたじゃないですか。これで測ってもらいたい。これで俺ハゼ測る。俺とこからメジャー持ってったんだから測るのがねとか言って、人の船の下からでかいの突っ込みてた。測れるじゃないですか。あとこれワームセットですね。おどす。この3000分ぐらい入ってるので、あの、ファン好きなの選んでください。おどす、おどす。ヒバナならチャートでも全然いい。チャートでもいいよ、これ。ありがとうございます。これで負けといてやるって。マジっすか？俺の顔好きだからな。こっちか？こっちだな。こっちだな。いいっすよ。どれでもいい。ラス。おめでとうございます。おめでとうございます。なんでいきなりこんなこと。いやいや、一応販売しに来たよ。販売しに来た。じゃあ、なぐまた後で。ありがとうございます。2年半のネタ。はい、サンラインブースでは、1000円のくじ、BMS が当たるくじやってますんで、皆さんぜひ来てください。ライブじゃないですけどね。いいね、いいね、いいね。チョコレートはせっかくなんで、ステッカーも一緒に。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ。このパワーポールのエレキ、この椅子いいな、ジョンボーとやるの。買わされました。タカ仕事中。メガサム TV。 まだ分かってねえよ。本件まだ俺のこと分かってない。なんか日原で見た人2人いるんだよな。本件の後ろにもいるし。本件まだ気づいてない。本件の後ろで日原で見たって。あれ？YouTuber。 なんちゃってだ、なんちゃって、なんちゃって。タカが真面目に仕事してんの取りに来た。なんかうまいのがスモールバウ、スモールやる人はピッチングできないんだ。ピッチングできないんだから。カメラ変わりますよ。スケボーばっかりやっててやんなきゃダメですよ、こういうの。これ当てたら、当てたらバンホールド。練習は練習2回で500円。え、やめるんですか？そう、10回くらい行きます。10回。今これ小銭いっぱいあんだ、これ。これ小銭いっぱいあんだ。いいじゃないですか、行きましょう。やべやべ、タカ、タカカメラ持ってる。どっちですか、左巻き右巻き。どっちでもいい、どっちでもいい、どっちでもいい、どっちでもいい。言いましたね。当てそうですか。いや、当たりそう。当てればいいの、あれ。入れるじゃん。かすっただけでもいい。かすっただけでもいい。はい。じゃあ俺老眼。ただ後ろからこう来んのダメっすよ。後ろから、あの、上から落とすのもいいです。上から落とすのもいいか。打ち抜くのもありです。老眼。ちなみにベイトリル持ったことあります？ベイトリル。これ鳴ってます。鳴ってる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 。大丈夫。でかいよ。じゃあ行きましょうか。練習してる。ここからここからですよ。練習。じゃあこれバックラしてんだよ、バック。ああ、直していいっすよ。一回じゃあ掘って直してもらっていいっすよ。
小引きジュースって言ったこんなんが、めっちゃぶっ殺してるよ。あ、いいです、直してもらって。俺がぶっ殺したんじゃない、はい、いや、今投げた感覚さ、俺がピッチングする感覚と全く違うんだけど。そんな言い訳はいいっすから、そんな今から言い訳やめてくださいよ、そんなのは。これはめっちゃ奥で、まあ、来ました、これ読み上げますよ。赤レンガ惜しかったね。今その話その話する、早野選手の1本目。さあ、あの的にですよ。もう延期、まあ、練習行ってみましょう。遠近感さ、練習で当てたら、練習で当てたらダメです、もちろんダメ。さあ、じゃあ練習1投目。1900、こんな感じ、こんな感じ。さあ練習2投目です。これはちょ、ああま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 あ、だいたいね、感覚は、ね、3回3回中に当てればいいだけですよ。はい、じゃあ本番、本番1本目。おー、お気に入ってるぞ、これは。完全にお気に入ってる。じゃあお気に入ってるよりこっちバックラしてるのが恥ずかしいバックラしてるのが恥ずかしい。こんなのが5人よ。さあさあ行ってみましょう。本番2本目。これ下手くそバレッジバーじゃん。もう知ってます、みんな大丈夫です、知ってます。ほら、あーラストですよ。これ緩いよ、ブレーキ緩いよ、これ。いや、きつくしてもらっていいっすよ、はい、全然いいっすよ。まあでもそういうことでしょ。いや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 、もう1本振ったら手でも。え、これみんなバッカロシネーズ投げてんの。まあ大体霞の人はこんな、このぐらい。まあでもちょっと、ちょっと緩いかな、4は緩い。まだ全然早い、まだ早い。さあラストです。まだ釣ってもない、ラストです。もう一匹釣ったらちょっと、いやだってもう一匹じゃあ2キロ釣ったとしましょうよ。そしたらもう全然数字見えてねえんだ、なんぼになっちゃう。10、これはもう弱点です。もうラストですからね、最後ですよ。さあラスト、俺のピッチング下手くそバリがバレちゃった。もう知ってる。はい、残念でした。早野選手はかすりも来てないです。ダメダメ、そんなんダメ。さあお下がりくださいお引き取りください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。え、でも最初のブレーキセッティング俺でみんなこっちの線やった。こんなもんなの、当てるだけですかね。何と言いました、あれトップ50ですよね。いや俺は、俺はもういっぱい当ててるんで、俺はもう、あれ今トップ50ですよね。俺はもう打ち抜きますから、ね、場所もお兄さん、ロースベースのフィースのお姉さん、お兄さん、ございます。はい、あれ。ピコン、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらね、気になる動画はこちらね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。